3、4年生の教室です。3月のお手本になってますね。これは4月の8日が締め切り日となっております。今月に関してはね、ご自宅に皆さんお届けをしているので、月末までに書いて戻してもらえれば大丈夫なので、皆さんちょっと自宅学習ということになりますが、やってみてください。あれちょっと待ってね、拡大を、はい、拡大をちょっとしていきますよ。これね、いきなりこれなんですけど、これちょっと難しく感じるかもしれないですね。こういう字っていうのは余白よく見てください。この辺空いてるでしょ。このマスがこうありますけど、これね、この辺空いてるんですよ。こういう風にするためにはどうしたらいいかって、五角形みたいに見えるでしょ、これがね。そうにしたいんです。まずはこう横の長く、ここはしっかりと長さを取ってギュッと持ってくる。で、二画目ど真ん中なんです。真ん中のこの中心の線に乗っけるようにしてこうに持ってきます。その時に10を書くような感じでこう持ってきていいんですが、頭しっかり出して、ここを通過したらちょっと短めな感じに持っていきます。ちょっと隣に書きながらいきますね。しっかりと長さを取ってギュッと反らせるような感じで持ってきて、真ん中ここ2画目が高いですよね。これ一番背が高くなる部分なので、しっかりと長さを出して、頭の部分ね。で、ここを通過、真ん中通過したら上よりは長くないでしょ、ちょっと短いかなって思うぐらい。それからもう一つ、初めに考えておきたいのは、両端を同じように開けてあげたいっていうところ、この辺を開けてあげたい。それからもう一つちょっと見てみると、ここの隙間とここの隙間だいたい一緒ぐらいあるんですが、それ1、2、3画目ですね、ちょっと背を低く持ってきておいて、こんな感じで持ってきます。そしてここを閉じる、閉じるとき、これ横の方がちょっと出るぐらいがいいですかね。で、この2画目のこの部分はちょっと縦かな。そして1、2、3、4ってやったら5画目低い位置ですが、同じように隙間が空くような感じで持ってきといて、ここもね、注意が必要です。ここもこのぐらい空くような感じで、次はこういう風に短く終わります。そうするとキュッキュッってこういう感じのラインができますよね。ほら、ここの線はどっち向いてますかっていう話です。ここね、ただのまっすぐのビーっていう線ではなくて、どちらかっていうとこれはキュッってこういう風に反りが入っているような線質、こういうとこよく見てください。これは反る線。ちょっと1字目でちょっと時間を使いすぎてしまいましたね。はい、世界の界はまず田んぼの田のような感じでキュッキュッと締めましょう。で、ほら見てください、右のこちらの縦のラインっていうのは結構太いですよね。太さを出したいんです。縦っていうのは太さを出したくて、左と右があるなら右の方が太い方がいい、よりいいっていう感じでね、あるんですよ。で、こんな感じで持ってきたら、スッとこういうところもいきなり入ってシャーって勢いよくやるっていうよりは、グッと入ったらギュー、最後のこの辺の部分だけが早いっていう風に思ってください。次、右払いはスッと持ってきたら横へこう抜いていきます。うん、で、1、2、世界1です。1はしっかりと入れたらこうですね。必ず入る角度っていうのは斜め45度って言われる、このこちらからこう打ち込んでください。大げさに書くと、まあこういうちょっと硬いようなイメージになりますけど、こんなね、
これならいいんですよ。でも例えばこれの角度が強すぎる、強すぎるっていうのは、これ45度って言われてますけど、じゃあ70度とか90度あったとしたら、じゃあね、こうになっちゃうでしょ。これ絶対変でしょ。なんかわざとらしいというか、これ何してんだろうなって感じになっちゃうので、これいけないやつなので、必ずこの斜めから入るんだっていうのを忘れないように、こうですね。そうするとこれがとても綺麗で、次もこういう風にしなりやすい、膨らむことができるんですね。これまっ平ら、こうなんて言うんだろうな、まっすぐにしか引けない人っていうのは、結構これができてないことが多いです。はい、高いという字です。これね、高いっていう字、ここが狭いからね、あんまり丸いとね、結構難しかったりするので、ちょっと尖ってる部分をこう使いながらうまくできるといいかなと思います。やっぱ太さを出したいとこは出したいんですけどね、結構詰まってるんです、この字はね。だから力を横の線にはあまり加えないようにしたい。そしてちょっと細い部分っていうのは立てながら、こうちょっといつもよりもこう立て気味で、こういう風に使ってたらちょっとこうにしてあげるとか、なんかそのぐらいの力加減でだいぶ違います。ちょっと細かったかな、ここね。ほら、これでもこんなに、なんていうか、細い線も引ける時もあります。これはね、なんだろうな、この回し方にもよったりするので、人それぞれだったりもするし、たまたまできたっていうのももちろんあるんですけどね。それが鉛筆のすごく面白いところだなっていうのはね、いつも思いますね。はい、今回はね、これ初めてかな、2つ山が出てきて、しかも形がちょっと違うっていうね。これポイントも書いておきました。元々の手本になってたものがこうになってたので、私もそれを採用して書いています。山を2パターンで書くっていうところでわざとやってますので、これを両方書けるといいですね。これなんとなくイメージ、大きさもなんか違うような感じがしませんか。これこっちのがなんか大きくどっしりと見えるけど、こっちの方がなんか上品で、私はこれが好きですね。好みだと思います、これは。だから山がつくお名前ね、山本さんとかね、いらっしゃると思いますけど、好きな方でいいと思います。それからじゃあ書いてみますね。まずこちらの山、上品だなって言った方の、これは何かっていうと、まず一画目は一緒です。で、どちらも共通して言えるのは、起筆、こういう画数が少ない字っていうのは、結構起筆しっかりめにギュッと引いちゃっていいです。ただこれ引くときに、さっきもお話ししたように、これ1の場合で言ったら、こう縦にしたら変だよねっていう話、これと同じです。これが例えばじゃあ横にこういう風になってからこうに引いたとしたら、これすごく変ですよね。これ違う字に見えてきちゃいますので、これも必ず左上からこういうラインで打ち込んできて下に引くっていう、これができればいいわけですよ。でこれがあるのとないのとだとまた違うので、やっぱりあった方がいいです。あった方がいいけど、間違ってはやらないようにしたいとこなので、しっかり覚えちゃいましょう。でそれからこの2つの山の違いとして、こちらの説明をすると、打ち込みはこちらからこう一緒ですよね。こう打ち込んで、さらに角度がこちら、まず一画目があったら、こちらからなだらかなんです。ここがね、内側に向かってます。左から打ち込んで、さらに内側な感じにこうに向かってる。で次はちょっとキュッとこう反るような、ここは反るような線です。これは両方共通ですね。そしてこっち
内側がこう内側に向かったのに対してこちらも同じようにこう内側に向かっていくような感じ。そう、それがこちらの初めの方ですね。そう、じゃあこっちちょっと飛ばしちゃいますけど、からここ書いてみましょうかね。こっちのもう一つの山の方行きましょう。こう来ますよね。そしたらこれは打ち込みは一緒ですが、こういう風に反ってるんです。こちらからこうにこれは反ってます。さっきのと動きが違いますよね。ここの反りがあるか内側に入ってしまうかのどっちかですね。で、反ったらこれもこっちに反ってます。こういう風に反ってあげて、これは一緒ですね。で、こちらはこう同じようにこちらから太くて、これはこう反るわけじゃないですよ。こういう風にしてます。うん、この2つ、ちょっとじゃあ上行っちゃおうかな。さっきの山はまずね、ひとまず置いといて、エベレストと書いてます。カタカナですね。ギュッと上がる線に対して真ん中短めです。で、下はギュッと漢数字の2のようなこの2本の線、この線質をしっかりやっときましょう。カタカナは漢字のようなイメージ、親戚のような感じですね。ひらがなとは全く違って、角張っていて、起筆、こういうところも漢字のようにしっかりと書いていいです。べは、べのね、角度、こういうふうに落ちてくる角度、ひらがなもそうですけど、あまりこうにならないでください。これかっこ悪くなってしまうんですね。で、まあ、こうまあ、巣に入れるので長さは出ないです。そんなに出なくていいです。こうしてこういう感じですね。結構このぐらいな感じで、この斜めの傾斜がね、優しい感じです。このぐらいがいいです。そしてレとトを見てくださいね。ここね、レとトっていうのはすごく細い人っていう感じです。スーッと細いじゃないですか。これどうしてもふっくらさせたくて、この線より左、結構左からこうやりたくなるんですけど、もともとこれは細く書く字であって、小さく見えますね、すごくね。なのでもうど真ん中行くようなイメージで、こっからこうです。それでも少しこう膨らんで、ここがこういう風にこういう動きをしています。はい、巣です。キュッとしてこうです。そしてここの高さに合わせるように右をギューッと張ってきて、これでいいですね。はい、ともね、さっきレの話をしたのと一緒で、真ん中でこれこんな感じで、あんまりこう外側外側っていう風に張っていかなくてもいいような字になってますね。ベースのお、難しい方のおです。キュッと上がって左へしっかりと、ここの左への出が結構みんな弱いのかな。なんかね、これが下の方に行ってしまうとどうしても血を書いてるみたいな感じになっちゃうので、ここをキュッと左に持ってきてストーンと落ちればいいです。うん、この左への動きをしっかりやっときましょう。で、スーッと持ってきて、ここ早めに切り上げましょう。トと一緒ですね。ここより出ないと思ってください。で、最後の行ですね。汚しちゃう子結構多いと思います。こうしっかりね、隣に何か置いてもいいです。下敷き1枚余計に持ってくるとかでもいいので、はい、手で汚さないようにしましょう。で、1ですね。もう一度出てきましたよ。こう打ち込みの角度、ここをよく見ましょう。自然であることが一番です。やっぱあんまり作り込みがあるような感じは美しくないと思うので、
自然に気質が入あのであの入れるようにキュッとしてこうですね、見せるところはやっぱちゃんと見せたいんですけど、自然にできるのが一番ですね。トントン、あ、この字、そうね、今回出てきたやあの漢字の中では難しいかな。この下にぬぬみたいな、このまたみたいな、こういうのがねある時っていうのはこういうところの動きも注意したいところですね。この辺にちょっと書いてみましょうか。大きめにスッと来て、ここしっかり入ってますよ。だけどここからちょっと弱くなってるような、ふわっとしてるような、でまたここでは強い、ふわっとしてギュー、そしてスーッと持ってきといてストーンみたいな、なんとなくここがふわっとしてると綺麗ですね、こういうところね。そしてストーン、はい、左のここの長さに合わせるように今落としてきました。ほら落としてきましたよ。こうして落としてきて横へ抜いていくような、そのぐらいね、これね、あの落ち着いてやって大丈夫なので、結構皆さんこうあれでしょ、勢いで描いてる部分もあると思うんですよ。なんとなくタッ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 って、なんかこう、うん、リズム感で描いてるっていうのかな、そういうのはあると思うんですよ。だけど結構ね、ちゃんとこう見て、あ、もうちょっとかなとかね思いながらやるぐらいでいいです。見るという字ですね。こういう風にかぶせてくるような感じにしておいて、この時右の方が長くなってるようにしておいて、真ん中の線を描く時の狙っていく位置、上目って変ですね、ちょっと上の方を狙っていくような感じにして、最後あれこんなに余っちゃったじゃんって思うかもしれないですけど、このぐらいで実はちょうど良くなります。こんな感じ、右上がりだからっていうのもあるんですよ、こういう風にね。そして付け根をここは見せること、必ず見せること、ベタっとつけない。でここもだからちょっとキュッと引いてあげればいいです。下にキュッて引いてから左へ、ここも引いてからギューッと持ってきて、そう、たい、ひらがないですね、1、2、力をだんだん入れてって抜けて、抜けたところからまただんだん入れてってっていう風にして、こういう細い部分もうまくね作っていきましょう。はい、今そうです、だんだん力が入って抜けたと思ったらまたこの辺からギュッと入っていきます。はい、手はいつ言ったかな、 1,2 年生の時に言ったかな、ここからギュッと、ここギュッと結構強いところですよね、これ太いでしょ、濃いですよね。ここから一旦緩んでまた強くなる、こういうここの切り返しができるとすごくいいですね。これ4年生あたりできるといいんだよなと思います、こういうところね。みんなあれでしょ、あのひらがなって結構甘く見るというか、そういう部分がねあると思うんですよ。漢字の方が難しいしなんてやっぱり思うと思うんですが、実はひらがながすごく難しいですよ。だからね、その辺ひらがなの難しさっていうのをねちょっと考えながら甘く見ないようにした方がいいです。小3、小4言っときましょうか。ちょっと丸くなりすぎて4とか、こういうところはね、ほらもう立てて、こういうところちょっと立てといて使ってあげると危ういところもできるかなっていう感じですね。はい、こんな感じです。
そうね、今回はこれ結構ポイントになると思いますよ。世界の線、これは意外と分かってないと書けなかったりっていう部分がありますので、そことあと山のこの2つね、よく見ておいてください。